はい、ご紹介ありがとうございます。京都大学 iPS 細胞研究所、上広倫理研究部門にこの度着任いたしました八代よしみでございます。今回倫理部門ということが設立されるということで、倫理ってどういうものであろうかというふうに考えますと、一つ生命倫理というのはこれまでの歴史というものが培ってきた生命に対する眼差し考えというものと同時に、この時代同時代に生きているさまざまな人々、私も含めたさまざまな人々の考え、コンセンサスの一つの表れであろうというふうに私は考えております。でそうした生命の形ということを考える、生命の倫理ということを考えるにあたって一つ重要であろうというのが、伝えること、知ることではないかというふうに私は考えている次第であります。というわけで私はこれまで大学院で博士課程を修了するまでは、先ほど名前が出ておりました東京大学の中内博光先生のところで造血幹細胞というものの研究をしておりました。これは骨の中にありまして血液の元になる細胞、これの遺伝子がどのようなものがあるかと、それからどうして造血幹細胞というのは年を取らないのかという、取りにくいのかというようなことの研究をしている、本当に、ガチのというか本当の、バイオロジーを研究をしておりました。でその後、2009年に大学院出まして、慶応義塾大学の、岡野秀幸先生のところに行きました。このところから実は私の仕事というのは少し変わっていきまして、幹細胞の再生医療を用いたその社会需要ですね、人々がやはり再生医療幹細胞研究というのをどのように考えるかというものに関する研究や実践、それからこうした幹細胞研究再生医療の実現のために新しい倫理というものを社会と働きかけてどうやって作っていったらいいかというようなことを研究をしてまいりました。で慶応大学から東京女子医大、これは細胞シートといって幹細胞を人々に病気の患者さんに移す移植をするための技術、基盤技術の一つでありますけれども、その大和正幸先生の部屋に行きましたし、その後は慶応義塾大学のまた生理学教室に戻りまして、この時には幹細胞情報室といういわゆる幹細胞のデータベースを作るお仕事をしておりました。で大和先生から冗談でですね、中内県から岡野県に行って山戸県に来たと、でこれで山中先生のところに行ったらもう役満だよねって言われていたんですけれども、本当に役満が達成されてしまったということで、自分自身も驚いているんですけど、大和先生からほら見ろ言った通りになったというふうに言われております。で、はい、で私がどうして幹細胞研究の、実際のウエットの研究者からその倫理の話に興味を持つようになったかというとですね、ちょうど大学院にいるときに中内先生と、再生医療の仕組みという本を書きました。このときにちょうど山中先生はマウス iPS 細胞を成功されたような時期であったんですけれども、社会からの再生医療に対する、知識の、あまり、不足といいますか、それほどたくさんの知識があるわけではない、そして無関心というようなものが現状としてあるなということがありましたし、それまで ES 細胞というものを中心に語られてきた再生医療研究に対する生命倫理の議論に対する一つの違和感というものもありまして、であればやはり一人ぐらいは実際に幹細胞研究をやった人間が倫理の畑に行って苦労するのもいいのではないかというふうに考えたということがあります。でその後、平凡社というところから iPS 細胞という本を出しましたり、その後、テレビや、新聞などで、再生医療に関する、あるいは幹細胞研究に関するさまざまな、倫理的なものについて、自分が考える、これを、社会がこう変わっていったらいいなというような考えをもとにした、原稿の執筆や論文の執筆などをさせていただいております。で今回東京女子、すいません、慶応義塾大学におりましたときにやっていた仕事も何だったかというと、一番重要だったのは、厚生労働省がやっておりました人幹細胞情報化推進、事業というものがありまして、これは、研究者が、今まで持っている、なかなか社会で使われてこなかった、研究でも他の人が使ってくれていないというような幹細胞あるいは細胞の、シーズというものを一般にデータベース化して広く使ってもらおうというような、研究者同士を結びつけるということ
もあったんですけれども、まあ、それと同時に一般の患者さんが今の幹細胞の研究、今の再生医療の研究というのはどういうことが行われているんだろうということのためのアクセスの窓口の一つになれればいいなというふうに考えておりまして、さまざまなニーズとシーズの媒介、研究者と社会の媒介というようなことも一つの自分のテーマとしてこのデータベースの立ち上げを行っておりました。で現在も、この幹細胞データベースというのは慶応義塾大学の医学部において、稼働しておりますので、ご興味のある方は、まあ、検索してみていただければと、ちょっと宣伝もさせていただきつつというところになるんですけれども、はい。でまあ、一つ、知るということ、伝えるということということを考えていきますと、今、科学技術基本技術、基本計画というものがあります。で科学技術基本計画とは何かといいますと、まあ、日本の国において科学技術を、まあ、進めていく、進行していくにあたって、こういう目標でやっていきましょうということで行われているもので、現在は第4期ということで平成23年の8月に閣議決定されたものが、まあ、走っているという形になります。でこの中で、社会とともに作り進める政策の展開という項目がありまして、まあ、この中では、科学技術イノベーション政策、まあ、科学技術というものは国民の理解と信頼のもとに進めていかなきゃいけませんよと。でそのためには、国民との間で、双方的なコミュニケーション、片方だけのコミュニケーションではなくて、きちんと、お互いで意思の疎通をし合うということを積極的に推進していきましょうということを謳っております。じゃあなぜこういうふうな、意識の共有、意思の疎通が必要なんだろうかということを、幹細胞研究、再生医療研究ということで見ていきたいと思います。で幹細胞研究についての、まあ、倫理的、社会的、法的課題、まあ、これは専門用語というか略称で LC という言い方をしておりますけれども、まあ、一つこういうところで浮かび上がってくるのは、幹細胞研究、iPS 細胞研究を用いた研究の、まあ、一つの特徴というものが、まあ、あります。で一つは樹立した細胞株、まあ、iPS というものがいろんな細胞に変わっていくということで、まあ、基礎研究のみならず移植という臨床応用というものも含めて、多目的にも使えるんだよということが特性として一つあります。でさらにその今あの医療応用ということも言いましたけども、作り出した組織細胞というものを、移植をしていかなければいけないという問題が出てきています。でそのために浮かび上がってくるとして、まあ、今回お話しようと思うのはこの3点があります。で1つはホープ、希望ですね。でそれとハイプ、まあ、いわゆる、まあ、誇張とでも言いますか。でホープとハイプ、一文字違いで大違いというものなんですけれども、まあ、この点、そして、まあ、生殖細胞を作るということ、そしてクローンというもの、これはよく同一視されるんだけども本当にそうなんだろうか。そして、まあ、人と人以外の境界、まあ、この2番目と3番目については先ほど山中先生から の、まあ、あのご講演にもありましたけども、こうしたものというのを、まあ、丹念に見ていったらどうなのかというようなことになります。でこうした3点というのを考えますと、まあ、既存の、まあ、医療問題として医療倫理として挙げられるのこの1番のホープとハイプというのは1つあるんですけれども、それにプラスしてやはり2番と3番のような、新しく浮かび上がってくる、新しく、これから本当に近づいてくる技術としての問題というものが考えられると、思います。でですね、iPS 細胞というものに目を転じて考えますと、まあ、これは学研という、まあ、いわゆる学習系の、まあ、教材系の研究者なんですけど、そこに、まあ、科学キーワードというコーナーがあって、まあ、iPS 細胞というものもやはり掲げられています。でこの文章を中身見てみるとどういうことが書いてあるかといいますと、まあ、iPS 細胞って何だろう、なんか難しそうな名前だよね。私たち生き物の体は細胞という小さな粒が集まってできているよ。この iPS 細胞という小さな粒は私たちが病気を怪我をした時に復活させてくれるすごい細胞らしいぞ、復活してしまうらしいということで、まあこのように例えばイラストとして添えられているのが、ロボットは壊れた部分を交換できる、人間も悪い部分を取り替えられるようになるよというような、まあ、非常にある意味分かりやすいんではありますけれども、逆に単純さがゆえにかえって危険な、期待というものを生んでしまう可能性をはらんだ図がよく伏せられています。でこうした、強い言葉、強いイラストからよく浮かび上がってくる誤解として出てくるのが、まあ、iPS 細胞があるわけなんですけれども、こうした iPS 細胞をそのものを使って、例えばまあ、このようにこれは古い実験で、バカンティという人が作った実験ですけども、このような立体的な、臓器というのがすぐできてくるんではないか、あるいは iPS 細胞から一足飛びに試験管の中で、心臓ですとか膵臓ですとかさまざまな動きができてくるんではないかというような誤解が抱かれてしまうんですけれども、実はそんなことはないんですよということがあります。
で、まあ、ノーベル賞当時の報道というものを振り返ってみてみるとどうだったかというと、まあ、有名な新聞3紙ぐらい並べてみますと、山中教授ノーベル賞 iPS 細胞を作成、再生医療に実現に満ちということで、まあ、どの雑誌どの新聞も、まあ、こぞって再生医療というキーワードをつくよく使っていたわけなんですけれども、まあ、このように、広いたくさんの紙面において、まあ、再生医療ですとかいうような言葉が、広がるようになると、まあ、それをついて、過剰な関心というのも生まれてきたりします。まあ、その結果生まれてきてしまうのが、例えば山中先生のノーベル賞報道のすぐ、数日後に行われた読売新聞の記事では、このように、本来は、まあ、実際に行われたかどうか疑わしいということに今もちろん、なっておりますけれども、このような記事が出てしまう。でこれは普段科学の記事を扱わないような、まあ、いわゆる社会部経済部国際部のような記者の人が、まあ、慌てて書いてしまったというような面もありますけれども、まあ、このように過剰な関心を受けることによって逆にその期待がインフレーション、ハレーションを起こしてしまうというような状況が生まれてきます。で現在再生医療という言葉をググりますと、まあ、生中先生の iPS 細胞の受賞以来随分その内容というのは随分マシになったんですけれども、何が出てくるか、これは、そうですね、半年ぐらい前、iPS 細胞のノーベル賞の前の、記事になってくるんですけど、出てくるのが大体再生医療で出てくるのはアンチエイジングの再生医療とかですね、まあ、一番甚だしいところでは再生医療法教 .com というのが出てきたりするような形でですね、非常に再生医療という、まあ、いわゆる、まあ、今流行りの言葉で言えばバズワードといいますか、流行の言葉を使って商売をしようというものが非常に多かったと。で実際に iPS 細胞再生医療というものは何かというふうで、日本再生医療学会のホームページの定義を見てみると、機能障害や機能不全に陥った生体組織臓器に対して細胞を積極的に使ってその機能を再生してやろうというもので、およそここに出てくるようなものというのは再生医療の本来的な意味からは逸脱しているものが多いんですよというような現状がありました。でまたホープとハイプという話でいきますと、まあ、今現在先ほどの高橋正代先生のような臨床研究というのは、日本においては人幹細胞を用いる臨床研究指針というルールがありまして、大学それから大きな病院の研究者というのはそのような国のルールにのっとってきちんと安全性有効性を確認した上で研究をしているんですけれども、その一方で日本の市中の小さなクリニックなどでは一部のクリニックにおいて、もう本当に効くか効かないかよくわからないというような、幹細胞治療というものが、と称するものが行われてしまっている現実が、まあ、あります。でこれは韓国のバイオテクノロジー企業が、どうも出資元になっているということが言われているんですけれども、大人の、お腹の脂肪の細胞から、まあ、脂肪由来の幹細胞と称しているものを取ってきて、移植をする。それによって、糖尿病でもがんでも何でも治るんだというようなことで、過剰な宣伝をよって人を呼び込んでいるというようなことがありました。で韓国においてはもちろんこうしたことというのは、行えなくて、で韓国においては一旦人間の体から取り出された細胞というのはいかに自分のものであっても、薬の範疇になってくると、薬事法という薬の法律の範疇になってきて、病院のお医者さんが自由にできることではないということになっていました。で日本においては、患者さんの同意というものがあれば、一応医療行為として行うものであれば医師の判断裁量内において行うことができるというような形、グレーゾーンではあるんですけどなっておりまして、このような不透明な治療というのが陰で行い始めてしまっているという現実もあります。でこうした実態の明らかにない再生医療の存在に関しては、国際幹細胞学会というところが、臨床応用に関するガイドラインというものも作っておりまして、胎児由来の幹細胞でありますとか、脂肪を使った幹細胞というようなものに糖尿病だとかがんというようなものが何でも万病で治りますというようなことを言ってしまっている。でこれが、本来ちゃんと、善意で行われているものであればまだ良いんですけれども、単に、深刻な病気の患者さんの、希望というものに従った過剰な広告ハイプというものによって行われているとすれば、それはただの犯罪行為に他ならないというようなことを言っております。でこうした自国の法律では禁止されているけれども、他の国の法律では禁止されていないという、その隙間を縫って行う脱法的な行為のような幹細胞ツーリズムですとか、再生医療ツーリズムというようなものが現在問題されつつあります。でやはりこうした問題がきちんと存在しているんだよということを伝えて、再生医療の正しい姿、幹細胞研究の正しい姿というものを知ってもらわないと、患者さん本来もやはり、
すべての患者さんなりして、厚生労働省なり文部科学省なりというのが、答えを伝えて回るということはできません。ですのでやはり、まずメディアなどを通じてなるべく正しい知識を伝えていかないといけないなということが、一つ、患者さんを守る患者さん保護という意味での、一つの倫理なので医療倫理なのではないかというふうにも考えております。で一つそのハイプサイクルというようなものがありまして、これはガードナーという、経営工学者の人が言っているものなんですけども、一つテクノロジーが生まれるとものすごいやはり期待が生まれてくると、ピークオブ、期待の頂点があるけれども、そこでその期待というのが実際大したことがないということで、その失望というのが起こるというような話をしている、このハイプサイクルという図があります。で、こうしたその幻滅の窪地ですね、実際の過剰な期待というものを生むのではなくて、正しい理解正しい知識というものをやはり人々に伝えるということで、この幻滅の窪地というような谷底に落ちてしまう前に、この回復期の経、あるいはですね、こういう啓蒙の坂と言われる回復期というものがあるんですけども、この、ところで払われるような無駄な時間無駄な労力というものをさ、極力減らしてですね、一日でも早い再生医療の実現、そしてそれがやはり患者さん一人一人を、なるべく一日でも早く、救うことができるというための、一つの、倫理というものを考える時の見識なのではないかというふうにも考えております。でも、その次、生殖細胞とクローンということなんですけれども、これはどういうことかといいますと、先ほどからお話に出ています斉藤先生の、お仕事としては、iPS 細胞や ES 細胞から生殖細胞を作ることができるようになっていますよという話があります。でマウスにおいては、精子細胞も作れるようになっておりますし、卵子の細胞というものも作れるようになっております。で、慶応大学の岡野先生のところでは、人の iPS 細胞を用いて、人の、生殖細胞の元になるものというのもできるよというようなことも実験がされておりまして、生殖細胞という意味ではやはり毎日日進月歩研究が進んでおります。でこの iPS 細胞から生殖細胞を作るというところで、よく出てくる問題点として、これが読売新聞、さっきから読売ばっか出てきてますけれども、インターネットのサイトで質問コーナーがあって、Q&A があります。で iPS 細胞を用いることにある倫理的な問題は何だというふうに言うと、iPS 細胞から精子と卵子を作成することができるんだよと。ただこれを作って、子供を作るとクローンが誕生させられる可能性っていうのがあるんだよということが、平気で語られてしまっている。でもちょっと待ってくださいと、クローンというのは本当にどういうことか分かっていますか、 iPS 細胞が生殖細胞を作って受精させればそれはクローンになるんですかということがあります。でこうした、クローンの歯止めの理由として、一つよく言われるのが人間個体の唯一性ですとか一回性というものが失われる、人の、アイデンティティというものが喪失してしまうというようなことが言われています。で確かにクローンというものは、人間の、体の細胞、これは羊のドリーの、模造というものになってますけれども、体細胞の中の、染色体がいっぱい詰まっている、人間の遺伝情報が詰まっている核というものを取り除いてきて、それを、卵細胞に移植をする、それを子宮に戻すということで生まれてくる。確かに遺伝子の提供者、核の提供者と同じ遺伝情報を持った個体が生まれてくる、これがクローンであります。でただ生殖細胞を iPS 細胞から作るときは何が起こってくるかということを考えてみますと、体細胞から iPS 細胞を作る、そのときに何が起こるかというと、原数分裂という分裂が起こります。これはお父さんの、自分の細胞の提供者のお父さんお母さんから受け継いだ遺伝情報はそれぞれ、持っているわけですけども、これが、シャッフルされてそれぞれ半分になって分配をされていきます。でそうするとすでにこの時点でこの体細胞が持っている遺伝子とは全く別の配列になった遺伝子の組み合わせができてきます。でこれを受精させた結果生まれてくるものというのは、仮に山中先生の精子と卵子ができて、それを受精させて生まれてきたのは山中先生と全く同じ姿格好を持つかというと、そんなことはありません。つまり遺伝情報がここですでにシャッフルされてしまっているので、姿形性格というものは今現在ここにいる山中先生とは別のもの個体が生まれてくるということになってきます。つまり生殖細胞を使って
クローンを作るということであれば確かにアイデンティティが喪失するという古典的な議論というのは意味を持ってくるけれども、 iPS 細胞によって生殖細胞を作る自然現象を再現するというようなことのプロセスを模倣しているのであれば、まあ、そうした唯一性の喪失というような論点というのは非常に入れ合わせたものになってしまうのではないか、それを今でも同じように金貨玉状のようにクローンの可能性がと書き続けるというメディアの報道というものに対してはやはり一石を投じなければならないだろうというふうにも考えております。そして3つ目、人と人以外の境界ということを考えますと、まあ、現在先ほどお説明しましたように試験管の中で臓器をサクッと作るということというのは現在できません。でこの問題点を解決しようということで、まあ、東京大学の中内先生が考えられているのは、動物の体の中では細胞というものが、まあ、ちゃんと立体的なものとしてできていくだろうと。でこの働きを利用して iPS 細胞から形を持った臓器を作ってやって患者さんを救う、あるいは、iPS 細胞がどうしてからどうやったら立体的な臓器を作ることができるかということを調べてやろうというようなことの研究もされています。で、まあ、先ほどあの山中先生からのご紹介もあったので、まあ、簡単にあのお話しますけれども、まあ、iPS 細胞と臓器が作れなくなった豚の中にiPS 細胞を移植して実際に iPS 細胞由来の人 iPS 細胞由来の膵臓が作れるかというようなことがあります。で、まあ、このような動物のことをキメラというふうに言うんですけれども、まあ、キメラとは何かというと、まあ、原義としてはギリシャ神話に登場しているライオンと頭とヤギの胴体、そして毒蛇の尻尾を持つ怪物ということで、まあ、複数の動物からなる個体というものであります。でこのキメラ、生物学による定義というのは、まあ、岩波の生物学辞典を見ますと2つ以上の異なった遺伝子型の細胞、あるいは異なった種の細胞から作られた1つの生物個体ということになっていまして、まあ一種の動物、さっきの豚と人とかでなくても実はマウスとマウス、猿と猿、人と人、つまり、遺伝子が異なったものを持っている、つまり、骨髄移植のようなものを受けた人というのも実は、キメラと呼ぶことができます。でその一方、現在先ほど出ているようなものは異種キメラということになってまして、人と動物というようなキメラ動物を作ることにはやはり問題があるのではないかというような観点を持つ方もたくさんいらっしゃいます。でまあ、先ほどのありましたけども、これは中内先生がいただいた図ですが、例えばラットとマウスという異なった種類の動物からキメラを作って臓器を作るという実験が行われています。でマウスとラットというのは実は、どちらもネズミ、ドブネズミとハツカネズミに似たようなもんだろうみたいなふうに思われるんですけれども、実は染色体の本数が違うなどで、生物の種類としては結構離れたものなんですけれども、こうしたものでもちゃんとキメラができて、なおかつ、健康な、iPS 細胞由来の臓器がちゃんとできる、そしてこれは移植をしても血糖値を下げることができるということで、移植をすればちゃんと臓器として機能するということが示されています。で現在その豚と動物、豚と人を混ぜるようなキメラというものができるかどうかということなんですけれども、実際にはその豚の卵子、豚の受精卵の中に人間の iPS 細胞を入れるという、その実験自体は許可をされているんですけれども、その作られた混合胚、動物と人のキメラ胚というものを動物の子宮に戻して実際どういうことが起こっていくかということを見るということは現在禁止されています。しかし現在、総合科学技術会議の生命倫理部会というところでは、まあ、こうしたものもやはり研究としては有用であるから、まあ、認めていったらどうだというような方向性になっていて、まあ、おそらくこれは近々解禁されるという方向になっていくとは思っています。ただその時アメリカ、イギリスが実際現状はどうかということを見ていきますと、まあ、アメリカにおいてはその、動物キメラというものを作ること、そして子宮に戻すことは可能、イギリスにおいても、まあ、同様であります。でただ中身をきちんと見ていきますと、例えば、人の iPS 細胞のようなものを霊長類、猿の、卵子の中、受精卵の中に入れてしまうということは、好ましくないというふうになっていますし、あるいは、まあ、生殖細胞へたくさんのものが、コミットしているものを、まあ、それを公開させて何が生まれてくるかということは分からないから、そういうことをやってはいけないというようなことが言われています。でイギリスに関してもまあ同様で、何が起こるか分からないので、まずきちんと、まあ、少なくともやってもいいけれども審査を受けなさいねということで法律によって規定はされています。
でこのような状況を見ていくと、まあ、例えばこれは日経ビジネスオンラインというところに出た、まあ、有名な、ミュージシャンの坂本龍一さん、あるいは哲学者の国分光一郎さんという人が対談をやっているんですけども、 iPS 細胞は生命倫理が問題にならないから日本で生まれたんだというようなことを言っています。それは何かというと、ヨーロッパではキリスト教の価値観が基本としてあるために、まあ、人間と動物の区別、そして生もそのものに人間が手を触れるということは拒否感があると。ただ日本はそうした議論がないから話題にならないんだということを言っていて、まあ、iPS の研究も日本がノーベル賞を取る方まで先行ができたのはアメリカやヨーロッパでは足かせというものがあったんだ、日本ではないからなんだ、そして哲学者の側はそれはちょっと分かるなということで安易に同意をしてしまっています。ただ実際には先ほど言いましたように、日本で認められないようなキメラの研究というものもアメリカでは認められている。そして ES 細胞の樹立の関する指針においてもアメリカイギリスにおいては非常に日本よりはマイルドであったということを見てみますと、実際には正確な経緯を知ることをなくこのような論議をするというのはやはり非常に不自然であってミスリードをしかねないというふうに思われます。でやはり私が思うのは、生命倫理というのは、まあ、ブレーキではなく正しく適正な形で生命科学研究、医療研究を進めていくための、まあ、交通ルールであるべきではないかというふうに考えて、まあ、います。まあ、知識というものは、まあ、共に考えるための基礎になる、そのために私は伝えなければならないと思っていまして、まあ、これまで科学コミュニケーションというものの考え方は一つ有名だったのは PUS、 パブリックアンダースタンディングオブサイエンスというものがありまして、まあ、科学や技術に対して理解増進をしてくださいと、で正しく理解してもらえばみんな受け入れてくれるんだというようなことを言っていました。これはまあ一つ欠如モデルといって90年代のイギリスでは主流になってたんですけれども、正しい知識を補えば正しい判断をするというのが、まあ一つ科学者側のコミュニティの考え方としてありました。でしかしこれには、正しくないということが近年は言われておりまして、これが先ほど言った双方向の重要性ということになってきます。で PES というのはパブリックエンゲージメントインサイエンスということで、まあ、市民としての関与を求める、で社会調査等におけるよって欠如モデルが否定されてこのようなものはない、知識があってもより懐疑的反対的になる場合というのも多々あるんだよということが出てきています。つまり、まあ、iPS 細胞の研究、再生医療の研究というものの実際を伝えるということは、まあ、つなげることであって、社会と同一緒に研究者がものを考えていくということで、まあ、iPS 細胞の後の時代の価値観をどうやって作っていくかということについて、まあ、伝えること、そして人々と対話するという中から、私もこのような研究の推進に貢献していきたいというふうに考えております。どうもご清聴ありがとうございました。